はい、どうも、こんにちは。沖縄の鈴木です。さあ、今日もね、ポケットモンスターソードシールドやっていきましょう。で、ちょっとね、バトルタワー行って、とりあえず何度か戦ってるうちに、これはゲットしましたよ。こっちじゃない、これ。ポケモンの、そのね、はい、これを見ることができるやつ。けれど、案外ね、持ってないんだな、いいの。はい。なので、そのうちちょっと集めようと思います。で、そういえばと、思い出したのは、こっち行ってないんだよね。おとといか、ボールをもらったんで、ボールを。あれ?こっちじゃない。何ボールだっけ?マスターボールか。マスターボールをもらったわけですよ。だったらさ、せっかくだからこっち行ってあいつ犬ゲットしてこようと思います。というわけで今日も一日ね頑張っていきますんでよろしくお願いします。多分ね奥の方に犬いるんじゃないかなと思うんで、なるべくバトルは避けつつ、でね、前回もさーっと遠くまで行っちゃったから割と回りきれてない場所もあると思うんだよな。っていうかこの辺りでちょっと収録中に画面が荒れてしまって、収録できていない場所、収録できてない、収録中に、ちょっとカットした場所がいっぱいあるんだけど、おびっくりした。マッキョ、これ持ってる。ドラパルトだったらちょっと強すぎたかな。とりあえず驚かせて、せーの、よっこいしょ。ひるんで技が出せない。いいか。もう一回ちょっとあれだな、もう一発。よっしゅ、あ、麻痺しちゃった、やべ。動けない。交代しよう。交代しないでやばいわ。麻痺を回復するやつは麻痺直し2個しかない。交代しなくていいや、行っちゃおう。せーの。はい。こんなにちょっと苦戦する、苦戦、苦戦か、苦戦するとは思わなかったな。ドラパルトもうレベルね75なんだから。で、こっちの方は確かで、こっちなんだよ。こっちなんだよ。どの辺りから行ってないっけ?こっちだっけな?ほらほら、こっち行ってない。んで、よいしょ。こっちだよな。そうだ、こっちだよ。こっちもなんかありそうな、なさげ、ない、ないや。よし。で、ここで、多分いると思う。あれ?ここにいたのか、ホップ。お久しぶりでございます。ホップこそ何してんの?ありがとうだぞ。はい。
まあいいか、このまま行こうか。ちょっと待って。うん、大丈夫。バトルで使ったやつとはちょっと違う構成だけど、いいっすよ。まあ、ポケモン勝負ってな、他の勝負ってなんで、殴り合い？お、気合い入れてんな、ホップ。バイウル、フラパルト、どうだっけ、相性は。打ったらちょっと、効果抜群。カビゴン、ちょっとレベル低いんだよ。うん、ちょっとカビゴン育成してた最中だったんで、ちょっと低いし、59だしな。うん、ドラゴンアロー使おう。もう力押しで 力押しです。うん、今ね、アーマーガーとドリューズとカビゴン、これをレベル上げをしております。で、アーマーガーはもう結構育ってきたんだな。カビゴンをもうちょっと鍛えたいんだよな。まあ目標としては、全てのバトルに使えそうなポケモンは、まあ、99までするという。カビゴンを繰り出す、そのままで、まあ、時間外でね、ワイルドエリア行って戦いまくってました、昨日は。ドラゴンダイブ、え、くこういう時に使われると腹立つ。次の一撃で割るとかいう時に、うん、よ、せーの、じゃあ竜の波動どうでしょうか。よし、当たった。よし、カビゴン倒したよ。さて、次は何出してくるの。うこいつも欲しいポケモンですよ。なんかね、ちょっと変わったことをするらしいから。はい、行くよ、ドラゴンアロー発射。よいしょ、お、結構簡単に。もうゴリランダーだったらこいつでしょう。ただレベルが低いんだよ、 S 番レベル55。それでも一発効果抜群だし。エスパンもレベルせめて60ぐらいまで上げたいな。そのまんま、いや、入れ替える。効果抜群持ってるドリューズとカービゴン、どっちもレベルはまだ、うん、不安がある。とりあえずちょっと効果ありで、しばらくは。よいしょ、バブル光線。せーの、
え、やばっ、入れ替えを、とりあえずで、いけるかな。よし。さて、ドリルライナー。せーのと。はい。S パンもっと鍛えよう。アーマーが、はい、入れ替えます。で、次絶対ホップもダイマックス使ってくるよ。で、ここでダイマックスできるんだっけ。あっ、今一つ。ただエースバーンはもうちょっ、驚かせて削れるだけ削る。よしよしよし、反動流ダメージ受けた。よいしょって驚かすだけで勝った。ダイマックスここで使えねえんだ。ガビゴンは48か。腹太鼓どういう技。自分の HP を最大 HP の半分減らして自分の攻撃を最大に上げる。ド忘れはとりあえず、勝ったよ。本当悔しそうだな。おい、お、ソニアさんだ。ありがとう。ありがとう。勝者、いや、余裕でもないわ。え？あ、おめでとうございます。おへそ出てるよ。いや、へそあるけど、へそ、お腹出てるよ。ありがとう。本？あとでサインか。ちょっとなんかどうでもいい感じじゃん。あ、そうか、忘れてたんかいって。そうだね、返そう。ん？どうすればいいの？はい、返します。ほう、ん？誰？誰？おやおやおや、もちてかな、この髪型もなんかすごい。おお、
インターネットでレビューも書きました。ひで、我はソット、我はシルディ、何も、我々こそガラルの純粋なる血族。そっか、髪の毛。おや、大家、こちらにあるのわけ。え？大家、なんと。取られたよ。取られたよ。誰、君たち。2倍の値段で買うセレブ。いいな。お金払ってくれる。まあいいや、バトルバトルバトル。ネギがないとか。っていうかこっちちょっと HP 減ってんじゃねえ。どう？やっぱ減ったまんま。ドラゴンアローとりあえず行くよ。っていうかレベルどん、レベル60か。よし、ネギがないと倒した。誰、君たち。本当に突然出てこないで。すげえ髪の毛、本当にあの髪の毛見るだけで笑っちゃう。うん、いや剣の形と盾の形してるってのは分かってるんだけど、何なの、リアルでこんなやついた。いや絶対さ、あのコスプレとかで出てきそうな、出てくるかな。あ、グソクムシャ結構強えな。あ、逃げた。だよな。本当にこいつに対して本当にエースバーンがちょっとどうしよう。ドリューズいけるかな。レベル52だけど、レベル60と、なんかやられちゃいそうな気がしないでも、あ、一応持った。だから一発だけでもドリルライナー効果抜群が当たって、あー、これでドリューズがやられた。あとの、効果あり、かじり亀。いけ、アクアブレイク。よし、ほんとこいつにはあのやられまくったことがあるんで、すごい苦手意識です。そのまんま切り刻んか。せーのと。アクアブレイク。これで3体倒したのかな。あと何体。グソクムシャ、多分これで終わりか。おい、回避で逃げたくせに岩石封じ効果抜群。あば、やば。よし、勝った勝った勝った
受かったよ。何この顔。本当にこの人たち何者ですか。ほう、手柄を横取りした。ほう、いましたよ。うん、グッバイって。口叩いて返せ。ちょっとほっ、うん、そうか。はい、わかりました。けどホップ心配だよ。はい、そういうわけで帰ってきちゃったっす。はい、というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにしましょう。なんかね、この後もまだいろいろストーリー続いていくんだな、こういうストーリーが。はあ、まだまだやんなきゃならないこといっぱいですね。はい、というわけで、まあ、今回はこんなところで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。